リニア工事に伴う生態系への影響について話し合う県の専門家会議が開かれ、 JR 東海はリスクを認める新たな資料を説明しました。対応を進める内容であるということが確認できましたので、本日会議を開催するということになりました。1年3ヶ月ぶりに開かれた会議では、リニア中央新幹線のトンネル工事によって予想される南アルプスの希少な生物への影響について議論しました。 JR 東海は生態系は脆弱性があり、工事の影響を受けやすいことや、モニタリングが難しい場合があることなどを認めた新たな資料を作成し説明しました。環境影響評価書に書かれていたことの、これは誤りを認めていただいたというふうにもうおっしゃっていただけるでしょうかね。少し出そうだというところについては、そこの差を具体的に見て対策を立ててやっていかないといけませんので。専門家は生態系に影響があった場合にどう回復させるか、対策も考えるよう指摘しました。いろんな材料が出てきているということは評価できるというふうに思っています。県は次回の会議もなるべく早く開催したいとしています。